Let's Merit Q。 おしゃべり料理のメリットラボ。体ワーク。皆さんこんにちは。おしゃべり病理の小倉かな子です、今日は順天堂大学教授で小児外科医の山高敦之先生のお部屋にお邪魔しています、今回のテーマは体ワークです。体ワークって何だろうって思う方もいると思いますけれども、よくスポーツとか芸能の世界では頭で考えずに体で覚えるまで、方法が染みるまで練習を重ねるとか稽古を重ねるというふうに言ったりしますね。身体化っていうふうにも言われたりしますけれども、今日はプロフェッショナルの皆様の段取り、準備、用意についての秘密に迫ってみたいと思います。きっと、皆さんも参考にできるはずなので、一緒にワークを楽しみながらやっていきましょう。今日は山高先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。山高先生は、はい、小児外科医ということで、外科じゃなくて小児外科。はい。小児科じゃなくて小児外科ということで、まさにお子さんに特化した外科医ということなんですけれども、小児外科の一番の特徴って何でしょうか。小児外科の一番の特徴は、手術が多岐にわたるという点ですね、うん、成人外科とは違って、うん、小児外科っていうのは胃の手術もやりますし、小腸、大腸、肝臓の手術、うん、気管とか肺だとか、あと体表のオペ、脱腸だとか、うん、そういうもう脳と目と骨とを除いたほとんど全ての臓器を扱う点が非常に他の外科と違う点、それは一つと、もう一つは 400g の赤ちゃんから学童15歳まで、15歳っていうともうほとんど成人と同じような感じですけども、2歳3歳の子と10歳では違いますし、また10歳と15歳では違いますし、それぞれ特徴を理解して手術に向かわなければいけないっていう点が大きく違うと思います、うん、最近では皆さんもご存知のように胎児治療って言いまして、お母さんのお腹の中にいるときに、うん、胎児に手術をするのも小児外科では行われるようになってます。あと手術が非常にクリエイティブな点も挙げられると思います。そうですよね、はい、私病理医なんで、こういろんな診療科の先生とこう一緒にお仕事する機会があるんですけれども、なんか小児外科の先生って一番アーティストっぽいと思うんですよ。そのアーティストって意味は、そのプロセスからもこだわりがあって、あとさっきおっしゃったように、本当にちっちゃい赤ちゃんから成人に近いお子さんまで、そしていろんな先天性疾患もあると思うので、その患者さんにこう応じて一番こうベスト、どんな方法でアプローチすればいいのかっていうのを常にこう毎回オーダーメイドな感じしますし、今治すっていうだけじゃなくて、そのお子さんの成長も考えて、機能的にも気質的にもこう美しいものを作るっていうようなことを目指してるっていう意味で、すごいアーティストっぽいなと思うんですけれども。そうですね、そういう点では非常にアーティストっていうか、例えば、1歳のこの脱腸の手術をしっかり決めないと、うん、それがずっと、うん、70年、80年、90年まで問題になってきますから、うん、そういう意味ではアーティストかもしれませんけど、でも、多分私の同級生に山高がアーティストかって来たら一番かけ離れてるって言われるかもしれないです。そうなんですね。
今日体ワークっていうテーマで、はい、おそらくそういうちょ私のイメージではアーティストっぽい外科医の先生がこうどんな準備をされてるのかっていうのは多分そこにきっと秘密とか工夫っていうか努力のしどころというか、まあ、あると思うんですけれども、ちょっと小児科の話とそれますけれども、先生学生時代はラグビー部に所属されていて、はい、おしゃべり病理のメリットラボ。まあ、スポーツは小さい頃から好きでしたけど、本格的にやったのは大学入ってからのラグビーで、まあ、私は2年間も浪人してましたし、体重も当時60キロなかったぐらいだったんですね。まあ、だから人数合わせのためにおそらく入部するように勧誘されたんですけども、あと私ラグビー自体がどちらかというとエネルギーの余った不良の高校生を強制するスポーツかなと高校時代は思ったんですけど、実際やってみたら、いや人生で初めて燃えられるものに出会ったのがラグビーです。それまで、まあ、適当に生きてきたっていうか、なんか燃えられるものに出会ったことはなかったんですけど、いやこれだっていう強い衝撃を受けて、医学部としては相当異常な練習だったと思います、うん、でも一度も辞めたいと思ったことはなかったですし、その60キロ足りなかった体重が1年半ぐらいで73キロぐらいまでになりましたから、1年ぶりに家に帰った時には首も太くなったんで、私の父親がそのなんかリンパ系の病気じゃないかと思って帰った時に首触られましたからそうなんですね、でも強くなるまで4年間ぐらいかかりましたね。先生あれですよね、ラグビー部で小児科のお師匠でもある宮野武先生にもお会いすることになると思うんですけれども、はい、ラグビー時代のいろんな経験とか、まあそういったことが小児外科になってから役立ってることとかってありますか？人生でその全てにそのラグビーをやったことが私にとってはもうほぼ全てというか。当時監督は宮野先生だったんですか？宮野武先生です。普通のなんていうんですか、練習じゃなかったと思いますね体ワーク。夜当時習志野に運動場があったんですけど、暗くなってくるじゃないですか、でボールを白く濡れっておっしゃるんですね、でスプレーでボールを白くして、でいや白く塗っても、ね、光がなければやっぱり暗闇であんまり関係ないんじゃないのかなと思ったんですけど、その来た瞬間にスパーンと取らなきゃいけないんだっておっしゃってそういう練習もしましたね。あと一番勉強になったのはとにかくミーティングがもう本当にきめ細かく決まってて、サインプレーも誰がどう動いて、9番がこう動いたら、まあ、それは当たり前なのかもしれませんけど、公式戦もその偵察隊が行くんですね、で藪の中から全部ビデオテープっていうんですか、あれでビデオを撮ってどういう動きを相手が知ったかっていうのを偵察隊が隠れて撮って、それを分析してそれを出して、こういうサインプレーが来るっていうのを全部きめ細かくやって、1時間半ぐらい最低1時間やってたと思います。もうその間もみんな真剣にやってました、ね、なんか医学部の授業で真剣ですね、確実に私にとっては真剣ですね間違いなく、はい、それはもう宮野先生が監督でそういうふうに指導してたっていうことですかね。そうです、もう全て細かく
ミーティングも決めて、うん、練習も細かく決まってました、うん、でほとんどの練習が、スクラムとディフェンスです、うん、守り守りです、うん、要は点を取られなければ絶対負けないわけですから要するに点を取るにはやっぱり小さい頃からラグビーをやってるっていうやっぱり才能がいるんですね。でもディフェンス、点を取られないタックルだとかその力ですね、力は才能がなくても後からつけられるんで、うん、医学部レベルだったらとにかく点を取られないっていうラグビーをやれば、うん、絶対に負けないっていうのでとにかくスクラムとタックルの練習がほとんどで、時々お相撲さんが来てぶつかり稽古とかやりましたからそうなんです、ね、とにかくもうぶつかり稽古をずっと やりましたね。山高先生の師匠の宮野先生って私の今勤めてる附属病院の昔院長先生でいらっしゃったんで、はい、私も結構直接指導する機会がいただく機会が多くて、ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンとか、あと守りを固めろみたいな、結構こうラグビー精神が出てるなっていう感じのことをすごくいろいろ教えていただいたんですけれども、結構私が勤めてる病院にもラグビー部出身の救急の課長の先生とか、もうラグビー部といえば小児外科というイメージがあるんですけれども、まあラグビー部が目立つからラグビー部が多いっていうふうに思われるのかもしれませんけど、必ずしもそうじゃないと思います、ね。山高先生卒業されていよいよ小児外科医としてスタートされるんですけど、体ワーク。入った医局のまた教授がラグビー部の監督の宮野武史先生ってことで、ラグビー部時代と同じぐらいやっぱり小児外科医の教授としても厳しく指導されました。それはまあ、自分からも進んで、うん、宮野先生のもとに行けば小児外科医としても鍛えていただけるなっていうのがありましたし、うん、あと何よりも、まあ、非常に自分がラッキーだったのは、その小児外科っていう学問と小児外科の手術がやはりラグビーと出会った時と同じように燃えられる学問だったっていうことですかね、うん、まあ言われたのは、今日の力を明日に残すような仕事をするなっていうのがと、あと宮野先生がオペ難しい症例が来た時に、小児外科は神様がやり残されたことへの挑戦だっつって、不可能を可能にするんだっていうのをおっしゃるのを聞いて、非常に感銘を受けて、ますます小児外科の世界に没入してたっていうのはあります。なるほど、はい、私も医学部の時に宮野先生の授業を伺って、その神様がやり残した仕事を僕たちがするっていうふうにおっしゃってたのはすっごくこう鮮烈な印象があって、私も同期3人ぐらい小児外科医に結局なったんですけれども、すごく憧れましたね。やっぱ学生にとって、ああやっぱりこういうドクターになりたいなっていうのをすごく感じる授業で、私やっぱりすごい出会いというか、まあ、偶然の一致もあって、そうですね、順天堂に入って軽診寮に入っていろんな体育学部の人たちと一緒に生活してでラグビーに出会って、かつ小児外科に出会って、うん、非常にまあラッキーというか、そうですね、はい、だったなってなります。おしゃべり病理のメリットラボ、山高先生といろいろラグビーについて話をしてきましたけれども、今日はもう一人スペシャルなゲストをお呼びしております。ラグビーつながりということで、元ラグビー日本代表の福岡堅樹さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。
福岡さんは今順天堂大学の医学部の1年生ということで、はい、現役引退されたのが5月の終わりぐらいでしたっけ。はい、そうです。じゃあ2ヶ月間ぐらいは、まあ、二足のわらじというか医学部の学生さんと現役のラグビー選手を続けられてましたけれども、はい、その2ヶ月間やっぱりきつかったですか。そうですね、やっぱりなかなかこう時間の両立っていうものが難しかったり、まあ、所属チームが群馬っていうこともあって、まあ、東京と群馬の往復っていう部分で、まあ、そこに関してはまあ受験の時もある程度やっぱり必要だったことだったので、まあ、移動に関しての疲労ストレスっていうのは少しありましたけど、でもまあ自分で決めたことだったので、まあ、そこに関してはあまりネガティブには受け取らずに、はい、自分のやりたいこととしてできました。じゃあ6月以降はいよいよ、まあ、医学部の学生さん一本かっていうかまあでもいろいろテレビとかでもご活躍されてるのを拝見してますけれども、今ラグビーとはどんな関わり方をされていらっしゃるんですか。そうですね、もうプレーは今一切もうやっていないので。練習とかも全然、はい、そうですね、もう家でちょっとバイク漕いだりダンベルでトレーニングしたりくらいはしてますけど、もうラグビーとしては全く走ってもないですし。あ、そうなんですね、はい、なのでちょっともったいない気もしますけど。そうですね、でもまあ自分らしいプレーをもしやりたいってなった時に、それに必要な準備っていうものがどれだけ大変かっていうことを、まあ、自分自身分かっているので、まあ、中途半端にやらずに思い切って自分の中では後悔なく次の道に踏み切れてます。今じゃあラグビー関連のなんかコーチ的なこととかっていうのは。そうですね、まあ、解説のお仕事を少しさせていただいたり、ラグビーには何かしらやっぱり恩返しをしたいっていう気持ちもあるので、うんうん、まあ、イベントだったりに呼んでいただければ行きたいと思いますし、まあ、時間が合えば順天堂のラグビー部の方にもちょっと顔を出しに行って、うんうん、まあ、何かこう伝えられることがあったらいいなとは思ってます。贅沢ですよね、なんかね医学部入っていかがですか、はい、多分そういえばあれですよね、山高先生の多分授業を受けられたと思うんですけど、なんかいろんな授業1年生始まってると思うんですけれども、はい、どうですか。やっぱりすごく新鮮ですね、まあ、一度大学を出てるっていうのもあって、やっぱり2回目そのある程度勝手が分かってる部分から、うん、まあ、すごくこうどうその授業に向き合うかっていうところも分かっているので、うん、まあ、よりこう真剣に授業を受けることもできますし、うん、まあ、でもその時と比べてやっぱり医学部は1年生から割と本当にスケジュールが詰まっていて、あ、そうですよね、結構こんなにやっぱり時間に追われることになるんだっていうのは少し驚きました、うん、まあ、後期もねいろんな授業があって、私後期授業を担当するんですけれども、はい、ぜひよろしくお願いします。医学研究入門にっていう僕選択されてますか。取ってないです残念です。申し訳ないです。さっきすごいラグビーの話でちょっと山高先生にいろんな面白い話伺ったんですけども、はい、元プロラグビー選手としてなんか、はい、どんな印象ですか。いや、もう山高先生の話伺ってて、もう僕必要ないんじゃないかっていうぐらい熱量でやっぱりラグビーに対してすごく熱く語っていただいてたので、うん、なんか話を聞きながらも、まあやっぱりやり方とかはある程度先進的に、まあ、ブラッシュアップされてる部分もあるんですけど、うん、実際に今の日本代表の中で取り入れられてることとかもやっぱり入っていたので、うん、本当にすごく、まあ、ラグビーに真剣に向き合っていらしたんだなっていうのをすごく感動しました、うん、なんかねミーティングもすっごいされてたっておっしゃってましたけれども、はいはい、福岡さんもそういう練習、チームの練習では、はいはい、そういうミーティングの時間とかってやっぱりあるんですか。かなりありますね。体ワーク。相手の分析っていう部分に関しては本当にまあさすがにやぶに隠れて取ることは代表の試合ではそれできないことなので難しいですけど、でもまあ本当にそのこれまでの試合を本当にデータで細かく分析して、どういう傾向があるかとかしっかりと対策を取って、じゃあどういうサインプレーを準備するか、そういうことの準備は本当に共通する部分がすごくあったので、本当にその当時からされていたというのはすごいことだなと思いました。意外に頭使いますよね、かなり。あとルールがめちゃくちゃ難しい。そうですね、私も全然詳しいことわからないんです。ボールを前に落としちゃいけないっていうのと、はい、後ろに放らなきゃいけないね、はい、なんかだからこの辺にもこう
視野っていうか気配、うん、イメージを後ろの方にも広げていなきゃいけないし、そうですね、結構ね瞬時に判断はするんだけれども常に結構いろんな想定をして動かないといけないですもんね。はい、それに本当にルールがややこしすぎて、僕もあのスクラムの反則とか全然わかんないです。そうなんですか。割と自分が担当しないところの反則とかはみんな知らなかったりします、あとポジションの役割が全然違いますよね。あれだけ違うスポーツって珍しいんじゃないのかな。なんかこう並んでると体格とか、はい、なんか醸し出してる雰囲気とかが全然15人違いますよね。結構デコボコですねやっぱり、ね、福岡選手はやっぱりあの、はい、軽いっていうか、はい、速くて軽いっていうようなこうウイングらしい感じからこうスクラム組んでんだろうなって。ウイングにもいろんなタイプがね。そうですね、同じポジションでも本当に大きい選手だと2メーター近くあって120キロとかの選手が本当に100メートルを10秒ぐらいで走って突っ込んでくるので岩みたいなのが走ってくるそうですね、もう本当軽く事故の感じになります。そうですよね、衝突すると。福岡さんの場合は触らせないもんね。そうですね、自分の強みは瞬間のスピードなので一瞬で相手との、ま、周りを作ってなるほどそこで勝負する。それぞれやっぱり特徴があの選手、その同じポジションでも特徴のある選手ってやっぱり強いんじゃないですかね。山高先生がご覧になっていて、こう山高先生が現役でバリバリラグビーをやられていた時代と福岡さんが今のラグビーって違います？基本はあの全く変わってない。基本は要はあのスピリットがないと、うん、あのダメだっていうことと、でも絶対的にラグビーで言えるのは私の考えですけど、とにかく基礎体力が相手チームより上回ってないとその絶対に勝てないんじゃないのかなと。基本は同じだと思います。ただ圧倒的に言えるのは昔よりスピードは速いですし、あの一つ一つのポジションの人が、昔だったらそのスクラム組む人はスクラムだけででいいっていうのが多かったんですけど、それ以外に走って100何キロの人が、ね、太ってる人が走ってかつボールも取れてボールも投げてっていうのをやれるっていうのはものすごいレベルが毎年上がってるんじゃないかな。それはその戦略が多様化してるみたいな感じですか？どうですか、ね、そうですね、まあよりその専門的になってきてるとは思います。それぞれのポジションの役割っていうものがすごくはっきりとしてきてるので、まあその中でもやるべきことっていうことの中に、やっぱりそのフォワードの選手でもパスをしなければいけないシーンっていうのがやっぱりたくさん出てきて、それにやっぱり需要に応じて、やっぱそのスキルっていうのを磨かなければならないので、やっぱりそれぞれがしっかりと自分の役割を明確にして、それを果たすことで、それぞれの仕事がこうお互いに噛み合ってチームとしてすごくいい力を生み出すっていうような流れは今はあると思います。でも基本あれですよね、体を作らないと。そうですね、特にやっぱりもう明らかに代表レベルになると、はい、あのベースとして戦えない体だともう勝負にならないので、もちろん戦える土俵に乗ることと、あとはしっかりと自分たちの強みと弱みっていうものを理解してどこで戦うかっていう戦術をそれぞれにやっぱり生み出すこともすごく大事になってくると思います。なるほどね。どうやって体を手作るっていうか。そうですね。でももう基本的にはやっぱり練習と、あとはしっかりと休養と食事と、やっぱりそのバランスっていうのはすごく大事なので、あまりその練習をやりすぎてもあの回復できないですし、しっかりとそこはあの与えられた練習プラスで、まあ自分に足りないところを補うっていうことをやりつつ、しっかりと怪我をしないような体作りっていうものをもう考えて、しっかりとあとは専門の人たちに相談をして、そういうメニューをいろいろと模索しながら自分に合ったものっていうものを探した結果、なんとか他世界で戦える体を作ることができたのかなと思います。おしゃべり病理のメリットラボ、ここまでちょっと体ワークの話の、まあ、準備段階としてこうラグビーの話とか、あと小児外科の話伺ってきたんですけれども、ちょっといよいよまあ、例えば福岡さんだったらラグビーの試合に向けて体作りから始まって、本当に試合当日に なる時のこう集中力の高め方とか、すごく準備があると思いますし、
山高先生も多分毎日日々手術もされていて、その中で多分すっごく難しい手術、新しく先生も挑戦されるような手術が多分間にあって、それに向かってこう準備をしていくってことをずっとされてきたと思うんですけれども、ここでちょっとその準備をですね、秘密を中高生の皆さんに見せてみたいというふうに思っていますので、ちょっとレシピを作るというワークに入りたいと思います。はい、メディッタ Q1 プロのレシピを盗め、段取り編集ワーク。このワークでは日常の様々なルーチンを、レシピに書き出すということをやってみます。普段様々なことをやっているわけですけれども、大抵その段取りっていうのは無意識だと思うんですね。で、それを一旦こうレシピに書き出すことで、自分の方法とか行動の癖、思考の癖なんかを、知るというような、ワークです。また他の人の、レシピを見ることで、あ、この人っていうのはこういう方法で物事に向かうんだなっていうことを参考にしてみるのもいいかもしれません。ここでは山高先生と福岡さんに、段取りレシピの秘密を見せていただきたいと思います。レッツメディット Q。 ではまずは、福岡さんにはラグビーの試合に向けての段取りっていうのをレシピにしていただいているんですけれども、はい、まず前日からあるんですよね。そうですね、まあ、ある程度やっぱり試合に向かうときに同じような流れで基本的に向かうようにした方が自分のパフォーマンスというものが安定するので、できる限りそういうふうにしています。まあ、しっかりとお風呂に入って体を、はい、ほぐしてストレッチを入念にして試合に臨むようにはしています。特に寝るときっていうのはもう、ラグビーの試合に関しては一切考えずに。それってできます？僕はできます。そうなんですね。そうしないと逆にやっぱり試合のことを考えてしまうとどうしても興奮してきてなかなか寝つけなくなってしまうので、そうですよね。まあ、睡眠っていうのもやっぱりパフォーマンスには重要な要素なので、自分は寝るときにはもう考えない。朝食後に絶対コーヒーを飲んで、自分のリラックスの時間としてコーヒーはすごく好きなので、まあ大体毎食後に必ず飲んでます。チームでみんなでその散歩をして、でそこでそのサインプレー、その試合で使うサインプレーとかをみんなで確認してもう一回共有し合うっていう作業を行うので、まあそれが一つのルーティンになってます。それ散歩しながらやるんですか？散歩である程度ちょっと歩いてから、ちょっと広めの公園じゃないですけどみたいなところで、まあ、ちっちゃなこう試合のグラウンドを想定して、パスの距離なんかも本当にちょっとポッと浮かすぐらいのちっちゃい距離にはなるんですけど、それで動きだけ確認します。まあ、やっぱり海外での試合とかもあるので、なかなかこう毎回お米を絶対にっていうわけにはいかないんですけど、自分の中ではできればうどんを食べれると、うどんがあるときはできるだけうどんを食べるようにしてます。なんか自分の中でこうこれがいい験担ぎじゃないですけど、もうそれがうどん食べた時にすごい、はい、勝てたとかいいパフォーマンスができたっていう多分記憶があるんだと思います。基本的にはバスで、はい、バスで移動、はい、でその時は音楽聴いたりとかして、はい、音楽を聴いて自分の中で、まあ変に高めすぎないんですけど、ちょっとこう心の中でリラックスしながら気持ちを少しずつ作っていくっていうような感じで、あんまり早くに気持ちを入れすぎるとやっぱりちょっとこう目先が視野が狭くなってしまったりするので、自分はなるだけ、まあなんていうのか、頭はクリアな状態にして少しずつ少しずつ準備をしていくっていうような形になります。なるほど。まずついて荷物をある程度置いたら、最初にグラウンドに出て、本当にその風とかスタジアムの雰囲気、あとはそうですね、まあ僕らの場合は特にそのキックをキャッチすることが多いポジションなので、キックに対してやっぱりその光、照明がどういう角度で入ってくるかとか、太陽の位置がどうかとか、そういうのを見て、先行後攻を取るのをキャプテンが決めるので、そこに対してできれば先行を取ってほしいとか、エリアこっちを取ってほしいとかいうことも伝えます。筋肉を緩ませてあげるというか、まあ、伸ばして、その急激な変化に、まあ、そのいきなり負荷がかかっても大丈夫なような準備はしますけど、あんまりそのトレーニング的な負荷を試合前からかけてしまうと、ラグビーの試合っていうのは本当にこう消耗もあるので、自分は特にやっぱり 100% のスプリントができるかどうかが一番大事なポジションになるので、そこはあまりこうトレーニング的なことは当日前日っていうのはあんまりやらないようにしています。本当に頭から始まって、本当にこうイメージ、全身にこういろいろと行き渡るイメージをしながら、指とかも端までちゃんと隅々まで行き渡るように自分でちょっと動かしてみたりとか、イメージと
体の感覚っていうのがズレがないかっていうことを確認したりとかしながら、本当に最後はもうこれから戦争に行くんだっていうぐらいの、もう本当に殺し合いに行くんだっていうぐらいの気持ちを最後に作り上げて、自分のスイッチを押して最初から 100% でスタート出しができるような状態を準備させるようにして、ジャンプを最後に入れるようにしてます。じゃあ大体今これ10項目ぐらいレシピにしていただいてるんですけど、はい、その毎回の試合のためにこれに近いことを必ずされてる、はい、そうですね、基本的にできる場合は常にやるようにしています。してました。 Let's Medit-Q。 山高先生の手術に向かうレシピを教えていただきたいと思うんですけれども、はい、先生も多分こう初めて出会う疾患って、特にお子さんの場合は こんな先天性の疾患見たことないっていう事例、症例、遭遇されて来られたと思うんですけれども、その度にかなりしっかりとした準備されないといけないと思うんですけれども、そのちょっとレシピを先生がどのようにそういう難しいオペに向かうか、秘密を教えていただきたいと思うんですけれども、はい、私のレシピ、あとルーティーンというのは、まず手術が決まったら、特に赤ちゃんの手術でその先天性の疾患ですと、新しく考えなきゃいけないような手術も少なからずあるんですね、うん、で、まあ、そういう時にはいろんな手術書を家にも手術書がいっぱいありますし、ここにも手術書がいっぱいあると思うんですけど、そういうのを持って帰って、その家にこう今とか目につくところに置いて、で、あと解剖の本も横に置いて。で、今のあちこちに置くんですか？私の食事を食べるところが私の勉強する机になってしまってますので、今のでその周囲に置いたり積んだりして、あります。それで、まあ、廊下には同じようにこう懐があるんですけど、まとめて時間が取れるときにこの教科書を開いて、少しずつ A4 の紙にメモを取って、そのどういうことをやっていくべきか、必要な物品は何かっていうのをどん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 、もう走り書きっていうか殴り書きっていうか、どん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 ファイルしていって、でそれをまた次の日とかに見返して、だんだんと蓄積していくっていうんですかね、そういうふうにしてます。以前にもやった手術とかですと、大体こうやってファイルに疾患ごとにされてますんで、でこのファイルは手術の前にやったメモと手術が終わった後のメモ両方ありますんで、それをバーッと全部見返して、もう覚えちゃってることはもう書く必要ないんですけども、やっぱりここはやっぱもう一回注意すべきだなっていうのを A4 の紙に書いていくようにします。1例目2例目はこんなに厚かったのが、4例目5例目ぐらいになってくるとだん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 薄くなってきて、もう10例目ぐらいになってくると難しい症例でも、まあ、A4 の紙の半分ぐらいで終わってしまって、明日は大丈夫だなっていう感じになって、自信が湧いてくるっていうか、安全に思考できるなっていう状況になるまでやるようにしてます。 CT とか MRI とかは平面じゃないですか。で、こういう手術の所見と画像所見を一緒にして、その立体的にどういうふうに攻めるのかとか、時々その割り箸を折ったりしてこう並べてみて、こっちが こっから攻めるだとか、こっから針糸をかけようだとか、こっち側からステープラーをかけようとか、そういうイメージトレーニングもやるようにしてます。で、そういうノートも家に置かないでカバンの中に入れといて、そのオリーブに油がだんだん染み込んでオリーブが柔らかくなるじゃないですか、そういう感じで一回で書いてすぐ頭の中に入らないものが、何度も何度もそうしているうちに頭にこう
染み込んでくるのが分かるんですね。そうするともう忘れなくなってしまうと、そういう状況になるのが、まあ、私のルーティーンですかね。最初はいやこの手術大変だな、できるのかなっていうのがだんだん、いろんなイメージトレーニングとかこういう本を見たりしてだんだん頭の中に入れてって染み込ませていくと、あできるなっていう感じになってくるんですね。はい、先生のそのオペ前の記事っていうのをちょっと見せていただいても、もちろんです。レッツメリット Q。 これは日本語のやつですけど、何度も、もう何度何百回って見ますけど、その何度も色を変えて白紙をつけてですから、例えば肺の血管のいろんなバリエーションってあるんですけど、うん、この本に書いてあることは全部頭の中には入ってます、うん、そうするとだから実際の手術やってる時もその図柄が手術の画面場面が出てた時に、あここではこういう血管の異常があるから、あここは注意しなきゃいけないなとか、うん、そういうのも分かるんですね。見ます。内視鏡手術の時には器具の位置って大人の場合は大きいですけども、赤ちゃんですけどこのぐらいのサイズですから、うんうんうん、器具はでも大きいですよね。だから器具がお腹側にあったりすると邪魔になるんで反対側に置いたりだとか、結構器具を置くポジションなんかも細かく書いて、でそれをみんながでも医局員も踏襲して今も全部準備できるようになってます、うんはい、当日とかはいかがですか？当日は缶コーヒー朝飲んで、うん、でやっぱり一人でやるぞっていう感じにはなってますね、はい、あと朝ご両親とかにやっぱり、うん、あ、はい、会うとやっぱり責任感が出てくるじゃないですか。そうするとやっぱりまたねこうグーってなるほど、うん、責任を持ってやんなきゃいけないなっていう気になって、だから、患者さんも麻酔かかってても、うん、もう一回気合い入れるために一人で両親に会いに行ったりだとか、あ今からやりますからとか、うん、いうふうにはしてます、はい、皆さんされてると思いますけど、うん、特に私はその手術前の手術記事っていうんですか、うんうん、きれいに書く必要ないんですけど、うんうん、何を考えて何を準備して赤ちゃんのどういうふうに体位を取るだとか物品をどこに置くかとか、そこまで細かく決めるようにしてます。要するに手術は変な話、手術やる前に9割ぐらいは終わっちゃってるんじゃないかなと思います。なるほど。で昔は小児外科の手術しとったらもうこんなに なかったんですね、うんうん、もう数冊しかないんで、やっぱり手術の後にしっかりオペ記事書くっていうのも重要だっただと思いますけど、今はもう Google である病気の名前を入れてればオペ記事なんか出てきますから、うん、変な話、医局員には私はそれをコピーしてもいいと、それよりも手術中に何を自分が考えて何を反省したのかっていうことをメモ入れた方がいいと思いますよと。だ手術記事よりも手術メモっていうんですか、自分が考えたこと、うん、自分だったらこうやろうとか今度はこうしてみようとか、で山田が先生だったらあこうやってたけど俺だったらこうやるなとか、うん、今度はこういう方法をやってみようとか、そういうふうにするように今進めてますね、うんはい、福岡さんも私、はい、雑誌で福岡さんの記事拝見した時に、はい、試合後にお父様、はい、ラガーマンのお父様から、はいはい、その試合中なんでプレーをしたんだっていうことを言葉でフィードバックっていうか、はい、させられたって書いてあったんですけど、ね、なんか今それを思い出したんですけれども、はい、
常にそのやっぱり自分がその時に思ってたことっていうことを言語化して思考を整理することで、やっぱり同じような状況に陥った時にそこを自分の経験として引き出してくれば、その時から学んで次より良いプレーができると思うので、やっぱそういうことは自分はその父との反省会からベースができて、未だにやっぱり試合を見た後は自分でしっかりとプレーを見ながら、特に自分のプレーのところに関しては良し悪しかかわらず何を考えてプレーしたかっていうところをもう一度思い出しながら次に生かすように経験と紐付けをするようにしています。なのでそこはすごく今共通するところもあるのかなと、はい、ありました。なんかやっぱりあの福岡さんの準備レシピと山高選手のレシピすごい共通点があって、はい、やっぱりその一点にめがけてのこの集中力と、はい、あとなんていうの、体と心のなんて言うんでしょう、用意の達成度合いというか、そこを本当頂点にめがけていくっていうのがレシピとしては共通点かなと思ったんですけれども、はい、夜寝れるっていうのと心が夜寝れる体ワーク。私なんか全然違うっていうか、私病理で仕事上結構診断をしている途中に受注迅速診断とかがどんどん入ってきたり、割り込みのすごく多い仕事なので、どちらかというと常に集中が切れてもいいっていう仕事をしてるというか、逆に来たらすぐそっちに集中が入るような仕事の訓練がされてきたんだなとか、お二人のお話聞くと全然自分の仕事に向かう方法と違うなっていうのをすごく感じてて、逆に すごいですよ僕からすると。いや、僕は何かやった時にその集中してやれる時間がないと、そのあんまとまった、ええ、私多分すぐ集中が切れちゃうんですけど、まあ、次にだからパッて動けるように、でも並列に何かを考えられる余裕があるっていうのはやっぱりその仕事に特化して必要なスキルだと思います。多分そうなってきたんじゃないかなって思うんですけれども、はい、おしゃべり病理のメリットラボ。山高先生と福岡さんのレシピすごかったですよね。プロフェッショナルのお二人のレシピの共通する点、あるいはこういうところ自分だったら参考にできそうだなということを皆さんもいろいろ考えてみてください。ここからまた編集ミニレクチャーをお届けします。今回皆さんにやっていただくのは、山高先生と福岡さんも、挑戦されたレシピを作ることです。皆さんの日常のどんなことでもいいので、その用意について、段取りをレシピ化するということをやってもらいます。段取りを編集するときには多様な情報を扱うわけですけれども、そこにはオーダー、すなわち手順とか流れとか秩序ということですけれども、そういった後先がある情報を扱うということです。例えばですね、簡単なところで言うと、お風呂に入るときにはまず湯船を温めてから服を脱ぐと思います。逆をするとすごい寒かったりするわけです。あるいはパソコンで何か作業をするときには必ず電源のボタンを入れてアプリケーションを立ち上げてからキーボードを叩くわけです。パソコンがついてないのにキーボードを叩いている人、単に変な人っていう風になるかもしれません。このように、オーダー編集という時には必ず情報の後先ということが大事になりますし、情報が入れ替わっただけで意味や効果がまるで変わってきます。もう一つですね、このオーダー編集の中にはシミュレーションという意味合いも含まれます。例えば、まあ、プログラミングを勉強されている皆さんはおなじみのAnd or notであるとか if then ですね、そういったこれから何かをやろうと思う時にはオーダーの中に選択だとか仮説みたいなものが出てきます。日常生活で言うと、私はですね、朝通勤する時になるべく自転車を使いたいんです。普段病理診断でなかなか運動しないので、行き帰りは自転車で運動したい。でその時に、まあ、自転車で行こうとするわけなんですけれども、もし
大雨が降っていた場合は自転車を乗ることを断念しなければいけません。このように天気の様子によって自転車で行くのか、あるいはバスや電車で行くのかというような選択が含まれてくるわけです。このように日常の生活の中においてもオーダー編集や段取り編集は潜んでいるわけです。なのでこれから皆さんが何か大きなプロジェクトに取り組むような場合もこのオーダー段取り編集がとても大切になってくるんですよ。今回のワークですけれども、山高先生や福岡さんのプロフェッショナルな段取りオーダー編集を参考に、自分の編集も工夫してみてください。